松山市。松山市は愛媛県の中部に位置する市。道県の県庁所在地であり、四国地方で最大の人口を要し、中核市に指定されている。約51万千人の人口を有する四国最大の都市である。中四国においては、政令指定都市である広島市、岡山市に次ぐ三番目の人口規模を有する。都市圏人口は、総務省統計局の定義における、 松山都市圏が70万百八十三人、二千十五年、都市雇用圏の松山都市圏が六十四万二千八百四十一人、二千十年、である。松山城を中心に発展してきた、急城下町で、道後温泉で有名な古くからの温泉地であると、ともに、廃人、正岡四季や種田三等かまた文豪、夏目漱石ゆかりの地で、俳句や小説、 坊ちゃん、坂の上の雲などで知られる文学の街でもある。これら観光資源を背景として、国際観光温泉文化都市の指定を受けている。キャッチフレーズは、イデうとしと文学の街。コンパクトシティ構想により、様々な文化施設が集中して立地している。アーケード街の大街道や銀天街、四国唯一の地下街である、松地下タウン。 松山市駅ビルに併設された、伊予鉄高島屋や、東半ズなどの商業施設、道後温泉、松山城、松山総合公園、愛媛県美術館、坂の上の雲ミュージアム、四季記念博物館、伊予賀、すり会館、伊丹十三記念館など多様な文化的、観光スポットがある。また、スポーツ施設も充実しており、特に、松山中央公園には、 最新設備を導入したボッチャンスタジアム、アクアパレット松山、愛媛県武道館、多目的競技場などが密集している。なお、市の南部及びベッドタウンである、伊予郡戸部町にかけては、戸部動物園や、愛媛子供の城、愛媛 FC の本拠地であるニンジニアスタジアムを含む、愛媛県総合運動公園など広大な県営の、セグンもある。近年は、 都心部を中心に複合商業施設の建設、鉄道や高規格道路の整備が行われ、四国最大都市としての再開発が進んでいる。松山市は西に、瀬戸内海、伊予灘及び、時灘に面しており、北と東は高輪半島の山々、南は四国山地の一市脈である皿が、霊連峰に接している。松山平野の大部分を占めるほか、 三坂峠のすぐ下の山間地から旧中島町の島しょ部に至るまで広い面積を有するようになった。典型的な瀬戸内海式気候であり、年中温暖、年平均気温、摂氏16.1度で、降水量が少ない。四国の他の三県と違い、春から夏にかけて、降水量が多く、梅雨の時期にあたる6月が最多である。台風の影響も、 はるか南東に位置する四国山地が遮り、南予や四国の反対側の徳島市に比べるとかなり少ない。冬季は九州の日本海側にある雪雲が関門海峡を抜け、松山上空まで雪を降らせることがある。国土地理院地理情報によると、松山市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、 東西の長さは 40.32km、南北の長さは 42.86km である。松山市では、過去いずれの合併も、隣接地を編入してきたことや、市長の方針から、編入合併を原則としてきた。合併以前、の人口は約47万人であったが、政令指定都市の指定基準は、運用上は、大ね100万人以上とされていたため、 考えうる周辺市町村のすべてを編入合併しても同指定基準を満たすことはできず人口増加を理由とした規模の拡大については積極的な動機に乏しかった仮に新今治市と合併した場合は人口が同指定基準に達するがこの場合は地域が1 0 0ートル近くに拡大するほか市街地も大きく二分してしまうという問題があった市は 合併協議に入る前の条件として、事務の類似性などの3条件を示した。結局、北に隣接する北条市と航路で結ばれた温泉郡中島町を編入合併することとなった。なお合併にあたっては、北条市に対しては、北条スポーツセンターの扱いを、中島町に対しては、帰船事業や病院事業の民営化などの条件を提示している。 市民サービスセンター、松山三越、藤倉松山、伊予鉄高島屋においては、土休日でも各種証明書の交付や簡単な市民相談などの業務を行っている藤倉松山にある松山市パスートセンターは、年末年始を除き年中無休。また、年中無休のコールセンターでは、市役所での手続きなどの問い合わせに対応している。このほか。 ふるさと納税に対応した寄付を呼びかける部署もある。明治から昭和にかけては、日露戦争、第一次上海事変、沖縄戦に出兵した松山不評、第22連隊が松山城三の丸に駐屯し、その石碑が堀の内にある。また、第二次世界大戦末期には、自伝改めを主力とし、 本土防空に奮戦した、現画ミノル大佐指揮下の2代目第343、海軍航空隊、通称、県部隊が、海軍吉田浜飛行場、現、松山空港に集結した。2貫に代表される農業や、日本最古の道後温泉や松山城などを中心とした、観光業、化学繊維を中心とした、製造業などが、機関産業である。 空港や港湾付近の沿岸部には工業地帯が広がり、定人グループ最大の生産拠点を要するなど、工業生産額は四国地方で上位となっている。情報、通信については、四国を統括している主要な機関として、総務省四国総合通信局、NTT 西日本愛媛支店、日本郵政四国支社、NHK 松山放送局、四国統括局等があり、 その関連で、情報通信の基盤整備も進んでいる。四国最大の人口を持つ都市として、サービス業など、第三次産業も発達しており、周辺の市長も、県域とする利便性の高い商業集積が見られる。また、2010年までは、四国でも数少ない人口増加中の都市であったほか、瀬戸内海を挟んで、広島都市圏との交流も盛んである。 通年の全交通機関の生活献関、流動、2005年で松山を出発地とす、目的地別順位では1位が高知中央、91万9千人、2位が香川東部、82万1人、3位が香川西部、55万9千人で広島は、ついで第4位、46万7千人となっており、四国外との交流では、 広島が最もつながりの深い都市であることが見て取れる。データは2015年、平成27年国勢調査結果。総務省の地方市分部局である四国総合通信局が市内に設置されていることもあり、日本郵便の四国支社や NTT 西日本の四国事業本部、携帯電話事業の NTT ドコモ、インターネットサービス事業の NTT コミュニケーションズは、 高松市に拠点を置いているが設置されている。日本郵便や NTT 西日本の拠点では四国4県の統括的な業務を行っている。NTT データ四国や NTT 西日本松山病院といった NTT の関連企業、施設、拠点も設置されている。市では21世紀型産業である情報通信時代の到来を見越し、2002年から2004年に かけて、他市に先駆け、松山市内に、光ファイバー網を付設した。この基盤を活かして、情報通信関連企業の積極的な誘致に努め、5年間で、コールセンター8件、データ入力センター1件、事務センター1件の誘致に成功し、3000人を超える、新規雇用を創出している。コールセンターでは、ブリッジインターナショナルや、ベネフィットワン、 もしもしホットラインなどが立地している。また2006年には、富士火災会場保険、現在の AIG 損害保険中央、営業事務センターが進出したほか、ソフトウェア開発会社のサイボーズが開発、サポート拠点として、松山オフィスを設けている。2004年には、総務省の IT ビジネスモデル地区の指定を受けている。松山港からは中国、特に広島へは、 スーパージェットなどが頻繁に運行されている九州地方北九州への航路が開かれ、松山空港からは東京、大阪、名古屋など日本国内の他中華人民共和国へ定期便が就航している。また、高速道路や JR 四国の予算線などもあり、県外、県内の移動の拠点となっている。この他市内には、伊予鉄道の路面電車や郊外電車、 伊予鉄バスの路線バスが多数運行されている。貨物輸送では JR 貨物の貨物駅や運送会社の支社、営業所などが立地している。伊予銀行や愛媛銀行などの地元金融機関の本店、支店のほか都市銀行や近隣県に本店を置く地方銀行の支店、ATM が設けられている。また、四国の直営店の統括機能を有する。 ゆうちょ銀行松山支店も立地している。多くの保険会社の支店、営業所がある。また近年は、大手保険会社の集中事務センターの誘致に、成功している。四国に本店を置く、地方銀行、第二地方銀行すべてが市内に支店を持っている。また、都市銀行は1995年の朝日銀行、現、リソナ銀行を撤退して以降、水ず銀行、旧、 第一勧業銀行のみ設けられてたが2009年、平成21年1月、三井住友銀行の支店が開設された。3000年の歴史を有すると言われ、文献上、日本最古である、道後温泉や日本で最後の完全な城郭建築と、される、松山城、ミシュランの観光版、リードベール日本編では、それぞれ2つ星に選定。 四国八十八カ所の一つである、石手寺、ミシュラン一つ星など、観光施設が豊富であり、多くの観光客を集めている。また、島並海道開通時には、島並ブームと呼ばれるほど、観光客が増加した。伊予鉄道は、夏目漱石の小説、坊ちゃんにも登場した、蒸気機関車を復元した、坊ちゃん列車を運行している。また、 JR 四国も松山駅を発着する観光列車、イオナだ物語を2014年により運している。観光に関する問い合わせに対応するため、財団法人松山観光コンベンション協会が、年中無休の電話窓口を設けている。県や、市のスポーツ施設も、多数あり、ボッチャンスタジアムで、プロ野球公式戦などが年に数回行われるほか、 堀の内や愛媛県総合運動公園で、a ーネーションなどの野外ライブが実施されたり、愛媛県武道館で、ディズニー・オン・アイスが公演したりする。2010年の推定観光客数は588万4千人、対前年比12.0%増、道後温泉地区宿泊客数は80万1 0人、同4.2%増。ただし、自然域では3.2%増となっている。 松山市の人口が増加していることもあり、マンション需要が伸びているため、不動産会社が次々マンションを建設している。またオフィスビルの需要も、コールセンター等の進出で伸びており、ビル建設も増加している。近年、ことなどから、日能県、東進衛生予備校、ITTO 個別指導学院、名講技塾などの全国規模の塾や予備校が進出し、 市内の小規模塾や大手塾、寺子屋グループなどと競合している。空港や港近郊の沿岸部には工業地帯が広がっている。2010年の工業統計調査、従業員4人以上の事業所が対象では、製造業投出価額は4、237億5、149万円。製造業の従業員数14,691人。 事業者数は420事業所となっている。製造業等出荷額、2010年の割合は、価格が32.6%、生産用機械が22.0%、食料品12.3%、汎用機械が11.8%を占めている。価格では、低人や大阪ソーダ、トーレファインケミカル、コスモ、松山石油などが事業所を置いており、 化学製品、化学繊維等の生産が行われている。機械では、トラクターなどの農業用機械製造の遺跡農機、ボイラー、水処理関連機器等の機械製造の三浦工業が、本社、生産拠点を設置している。運州みかんの生産が盛んで、伊予かの代表的な産地の一つでもあり、紅マドンナなど、付加価値の高い柑橘類の生産にも取り組んでいる。また、 伊代や五名など高原地域では、ニューピオーネなどのブドウ栽培も行われている。特産品、伝統工芸として、姫だるま、竹細工、日本三大産地、イオがすり、銅、油揚げ、松山揚げなどが有名である。松山は、夏目漱石の小説、ぼっちゃんの舞台になっている。この小説は、漱石自身が、松山中学、 現在の愛媛県立松山東高等学校に赴任した時の体験を下敷きとしている。松山赴任時、漱石は大学予備門で同窓だった正岡式との交流も持った。漱石は坊ちゃんで、松山を不条な地、新潮文庫版131ページとしているなど、かなりひどく書いているが、実際は明治時代の地方に対する世論の考え方を、 反映したもので、単に松山を批判したものではない。漱石自身も松山中学では非常に優遇されており、小説の内容と自身の体験談とが必ずしも一致したものとは言えない。松山市及び市民は観光の一つとしているほか、今日でも松山には、坊ちゃんやマドンナの名が付いた施設や商品が多い。近年は、坂の上の雲、 歴史小説を軸とした町づくりも進められ、芝良太郎記念財団認定商品も販売されている。危機のイニシエより湧き続ける道後温泉に代表される道後温泉郷であり、源泉から離れた銭湯も引き湯で温泉を入れているところも数多くある。松山は農学が盛んであり、市内に農学堂がいくつかある。蒸気のほか。 小児の夜間の急病に対応するため、松山市保健所の隣に松山市休館医療センターが設置されている。市内にはかつて62の小学校があったが、近年児童数の減少により統廃合が目立っている。松山市では、規定を満たし採用された大学、短大へ進学希望する者に対応される奨学金制度、松山市小学生が設けられている。 など。四国最大の人口を有する都市として、利便性の高い各種の運輸手段があり、特に空港利用者数は中四国最多の実績を有し、年々増加の傾向にある。また、人口50万強という人口規模としては、利便性の高い公共交通機関が、伊予鉄道の電車、伊予鉄バスのバスを中心に発達しており、市内の主だった拠点の多くに、 公共交通だけでたどり着くことがきる。このほか比較的コンパクトな中心市街地を自転車で移動する、希望者に対応するため、有料の観光レンタサイクルポート、JR 松山駅前、大街道商店街、松山城、ロープウェイ市ののめぐち駅舎、同温泉駅前も開設されている。他にも観光振興策の一環として、2007年、平成19年7月から、 原動着付自転車を対象に、同後、松山市の雲型ナンバープレートを発行している。JTB 時刻表で代表駅としている JR 予算線松山駅は、中心市街のやや西寄りにあることもあり、市街の中心により、近い伊予鉄道の松山市駅、通称、市駅が、中心駅の役割を担っている。同駅からは、同鉄道の郊外線が三方向に発着している。 他市内電車、軌道の拠点停留所にもなっている。さらに、都市間高速バスを含む路線バスの発着点でも、あるなど、公共交通の一大拠点を成している。このような立地や、拠点性に差異が生じた経緯の一つとして、現在の市駅が1888年、明治21年に開業したのに比べ、国鉄予算本線、現、JR 予算線が、 松山駅まで延伸したのは1927年、昭和2年と遅かったことが挙げられる。なお、市駅はもともと、松山駅を名乗っていたが、国鉄松山駅が開業することになった際に、駅名を解消させられた経緯がある。なお、4国内各駅の乗降客数順位、JR 及び、私鉄各社を含むは、松山市駅、高松駅、徳島駅、 松山駅の順となっている。現在、2017年に開催が予定されている、愛媛国体に向けて、松山駅の高架下や貨物駅の移転などの事業が行われている。また、路面電車の空港延伸も計画されている。伊予鉄バスにより、市内各地に路線バス網が張り巡らされている。また、他社により、宇和島、大須、熊高原、今治、西条、 新浜などの県内各都市へ向かう、バス路線も開設されている、南予方面は一部高速道路経由。松山自動車道や島並海道の開通により、高速バスも市内に営業所を持つ乗り合い3社、EU 鉄、バス、JR 四国バス、宇和島自動車と、その共同運行会社により多数運行されている。松山の発着場所は、 伊予鉄バスと JR 四国バス及び共同運行便でない場合、松山市駅、または松山駅のいずれかのみになることがある。近年は2008年、平成20年秋の福岡線開設、2009年、平成21年1月の名古屋線に往復か、既存の JR バス以外に伊予鉄バスが参入及び、同年7月には従来松山市内では客扱いを、 していなかった、宇和島自動車の横浜、池袋、大宮線が、同社松山営業所に停車するようになるなど、路線網の充実が著しい。道路交通は、国道11号、国道33号、国道56号、国道196号が、松山市中心街に集中し、広域的な交通拠点ともなっている。松山自動車道のインターチェンジ。 松山 IC は、市の南部、国道33号線の伊予郡戸部町寄りにある。瀬戸内海に面した都市であるため、本州や九州及び離島等を結ぶ旅客航路が充実している。また、四国最大の工業港、松山外港を応用し、多数の貨物航路も寄港している。松山港は、定期旅客航路数、定期コンテナ貨物航路数ともに、 四国一の規模を誇る。愛媛県内を放送対象地域とするテレビ局は NHK 他民放が四局あり、テレビ東京系列以外のキー局系列の番組が視聴可能である。また NHK 松山放送局は四国四県の機関局となっている。NHK 松山放送局と南海放送は市内中心部に他のテレビ局は 比較的郊外に立地している。地上デジタル放送は、行動や麻生新書において2006年、平成18年10月1日に放送を開始したが、その準備段階として、同年6月21日午前10時から、映像の再生に必要な制御信号を含めた試験電波の試写を開始したのに続き、8月4日からは、地上アナログ放送と同一番組の試験放送を開始していた。 ラジオは AM、FM ともに NHK と民放の県域局が一局ずつ所在する。また、県域局よりもより狭い市町村単位をエリアとする地域密着型の FM 局、コミュニティ放送局は四国地方の県庁所在地で唯一いましていない。松下慶喜、プロサッカー選手、ビッセル神戸で楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。